ですね、僕の車の180系マジェスタのですね、フォグランプの色を変えたいので、アップガレージに来ました。はい、到着。アップガレージですね。中に入ってみたいと思います。ランプというのはこのライトのですね、下の部分のライトです。このライトが今純正の色なので、これをですねちょっと黄色っぽくしたいので、黄色のバルブを探したいと思います。はい、バルブコーナーですね。ちょっとこの本があったので、この本で自分の車の適合表を見つけたいと思います。クラウンマジェスタの、180系の HB4 かな、これの HB4 ですね。 HB4 はあったんですけど、 HB4 の黄色がいいんだよね。青じゃなくて黄色がいいんだよね。黄色はないのかな。これがいいんだけど、これ黄色じゃん。あんじゃん、ここに隣にありました。これで、フォグランプ、HB4 専用、これでいいか。これでいきます。はい、購入しました。4990円ですね。 LED のフォグのバルブですね、 HB4 買いました。今からちょっと装着しに行きたいと思います。ですね、ちょっとここの駐車場狭くて人に迷惑になる可能性があるので、ちょっと広い駐車場に移動したいと思います。殺処分ゼロの、あの動画だけですね出してても、まあ面白くないのかな、どうなのかなってちょっと思いながら、まあ僕は結構趣味があるので、まあ犬だけの動画じゃなくて、まあ車だったりバイクだったり DJ だったりですね、まあ DJ の動画をちょっと出すのっていうのはちょっと難しいのかな、難しいというか要素需要があんまりなさそうな。車とかバイクとかだったら、まあ車とかバイク好きな人結構多いので、まあ車とかバイクとかの動画もちょっと出してもいいかなって思ったり、車好きとかねバイク好きもいらっしゃると思うので、まあそんな感じで出せたらいいかなって思いますね。まあ犬の動画だけ出しててもいいんですけど、まあもしかしたら飽きちゃう人もいるかもしれないし、前コメントでですね自己紹介とかしてくださいみたいなことを言われたこともありまして、まあそれもおいおい自己紹介もしつつ、犬の紹介もしてないんで、そういえばマロンとラテの紹介も僕はしてないんですけど、まあそれもちょっと考えてるので、まあ、マロンとラテの自己紹介もしつつ僕の自己紹介もしてですね、まあ僕の趣味だったりとか、まあいろんなことですね、過去の話だったりとか、そういうのができたらいいかなと思います。それでまああくまでもその動画を出すっていうのはやっぱりその、ママがですねやっぱトリミングサロンを開きたいって言って、この前ですねトリミングの検定を受けて、一応あれトリミングのね3級みたいなんですよ。3級の試験だったみたいで、その3級の試験が合格して次2級なんですけど、その2級の試験そして1級の試験を受けてですねトリミングサロンを開業するんですけど、その時にですね、まあ、お客さんにやっぱ来てほしいので、この YouTube を見てですね、行ってみたいなとか
あ、パパさんとママさんのお店行きたいなって思ってくれて来ていただけたら嬉しいなって思いながら、今動画をですね、それに向けてですね、動画を上げてる所存ですそんな感じで、まあ僕はいろんな趣味があるので、車だったりね、さっきも言ったんですけどバイクだったり、まあそういう動画も上げていこうと思います。そんな感じで、どこに止めようかな。すいませんね、なんかカメラがなんか全然違うとこ向いてて、今ですねオートバックスに着きましたね。ここでいいか。早速じゃあ取り付けていきたいと思います。購入したのがこちらですね、フォグランプ LED、キリア飴視認性をアップ、合ってる漢字の読み方合ってる、これですね HB4 ですね。まずですね、フォグランプ今ついてるやつを外していきたいと思います。工具を持ってきました、いろいろ。まあ自分が仕事で使ってる工具なんで汚れてますけどね。何使うかな、インパクトだけでいいかな。インパクト、とりあえずインパクトかな。インパクトをよいしょ、これとこれでいいかな。使う工具はこれとこれだけでいけると思います。インパクトドライバーですね。でこれはですね、この部分をですねここに取り付けると、これがこうぐにゃぐにゃ曲がるやつなんで、こういう感じで、でこの先にですね、この先にこれをこっちにつけますね。こんな感じでちょっと短いのつけました、短いの。これでこういろんなところに向けれるのでですね、細かいところも向けれるので、これでいきたいと思います。こんな感じで、こんな感じですね。ボンネットを開けてですね、バンパーを外してやるんですけど、今日はですねこのタイヤの内側のこっからですね、こっからフォグランプを変えていきたいと思います。まずハンドルを切ります。ハンドルを切ったらここに隙間ができるんで、これを全部ビスをですね、プラスのビスを外していきます。ここにもついてるんですけど、これは外さないでいけんのかな、どうだろう。ちょっと一回やってみます。今4つ外しました。1、2、3、4ですね、4つ。短いビスです、短いビス。これをですねめくってめくります。4つぐらい外せばめくれるんで、めくります。めくった状態がこんな感じですね。めくった状態でこの中をちょっと照らします。はい、中見えるかな。これです、これがフォグランプのバルブです。で他にはこっから交換できるとしたら、交換できないですね、交換できないです、もう狭いんで、こっから交換します。あ、ちょっと時計を外しました。はい、これですね、これを左かな、あ左ですね、左に回して手前に引きます。こんな感じ、こんな感じです。ガラスの部分は厚いので気をつけてください。これですね、でこの赤い部分とですね茶色の部分を切り離します。ちょっと見てたんですけど、このカプラーっていうんですけどね、ここを押せば、ここを押せばカチッて取れるんで、そしたら抜けます感じですね。こういう風についてましたね、こういう感じ。ちょっと片手運転なんでね
片手運転なんでちょっと片手なんでちょっとやりにくいんです。こんな感じでついてました。でここさっきの ボタンというかスイッチを押せばスポッて抜けます。こんな感じでスポッて抜けます。はい、そしたらですねこれをつけます。よいしょ、箱から出します。箱から出しますよここから箱から出します。しながらね面白おかしくやっていきたいと思います。こんな感じです。見えますか、こんな感じ。ちょっと逆光ですかね。こんな感じですね。これ取り付けていきたいと思いますね。形は一緒ですね。ちょっと待ってくださいよ。こんな感じ。そう、形は一緒です。これ右とか左とかないのかな、多分ないです。同じさっきのやつと同じ形。こっちはあの純正のハロゲンバルブって言うんですけど、こっちは LED ですね。あれ、これ抜くんだっけ。これこのままはめるだけで、さっきのとこにこれはめた状態ですね。もうはめ方はさっきのやつと一緒です。形一緒なんで、この状態でですねちゃんとしっかりつくのかを確認します。はい、つきますね。もうがっつり黄色です。つきますね。 OK。 そしたらですねこれをですねさっきのところに戻します。慎重にですね、ガラス先っぽガラスになってるんで、ガラスの部分を割らないようにですね、どの向きかな、はい、どの向きかな、この向きかな。こうやって、どうだ、こうか、ちょっと待って、こうか、合ってるかバキって言ったけど大丈夫かな OK、 はまりました。そしたらここを全部ビスで元通りにします。よくですね、なんかあの昔は僕も車が好きでやっぱいじってたんですけど、あのやっぱお金がなくてね、お金がなくて、お金がないけどそのなんて言うんですかね、お金がない、でもかっこいいって思われたいみたいな感じで、そのいい車に乗りたいとかやっぱ思ってたんですよね。若い時ってやっぱ思うじゃないですか。でまあ僕もそういう風に思ってて、あのかっこいいと思われたいなとか思いながらですね生活してた時があったんですけども、やっぱそのよく僕があのプロフィール画面とかに書いてるんですけど、やっぱお金で買うのってめちゃくちゃ簡単で、そのやっぱその人として輝きたいなっていうふうに思ったんですよね。お金を出して何かを手に入れてですね、ルイ・ヴィトンだったりまあ何でもいいですよ、高いものを手に入れる、そして高いものを手に入れて身につけるっていうのもいいと思うんです。でもそれはそれでめちゃくちゃ簡単なことで、お金を払って物を手に入れるってめっちゃ簡単なことだし、誰でもできることなんだなっていうのに気づいたんですよね。だからなんかその、まあ、誰でもできないことっていうより、人の役に立つことで輝きたいなって思ったんですよね。なのでその車とか、まあ僕車好きなんで今こうやっていじってますけど、あの簡単なんですよ正直こうやってお金出していじってですねやるのって簡単なんですよね。なのでそのもっとこう人として輝きたいなって思ったんで、なんかその殺処分ゼロだったりとか、人の役に立ちたいな、困ってる人がいたら助けたいなっていう方向に自然となっていきましたね。なんか